カーディナル。おお、戻ったか。セントラルカセドラルのてっぺん。何が起ころうとしているんだ。切り離されていた貝が少しずつ下がってきておる。ねえ、カセドラルのてっぺんが降りてくるってことは最上階に入れるんじゃないの。なあ、そうかもしれないけど。何か懸念があるのか。これまで侵入を拒んでいた最上階が降りてきたんだ。アドミニストレーターの計画は進んだ、あるいは完了したのかもしれない。今のうちにお主らに話しておきたいことがある。解析結果が出たんですね。うむ、種子に関してはこっちからも報告しなきゃいけないことがある。その様子から察するにあまり良い話ではなさそうじゃが。ふむ、ハーシリアンがカラントを使って聖護騎士たちを。最終的にカラントの花は種子をつけ、ハーシリアンはそれを回収していきました。聖護騎士から何かを奪うためにハーシリアンは行動していたってことですよね。いや、聖護騎士だけではないかもしれん。どういうことだ。皇帝の墓地にあった種子を解析した結果、興味深いものが中に入っておった。一体何が入っていたんですか。アドミニストレータに関する記憶情報じゃ。記憶情報。そうじゃ、アドミニストレータに関する記憶情報、思い出、印象、何とでも言い換えはできるがの。それじゃあカラントで聖護騎士から奪ったあの種子の中にもアドミニストレータの記憶情報が。そう考えるのが順当じゃろうな。一つ質問してもいいかしら。なんじゃ。確か最初に見つけた種子は空っぽだったはずよね。そうじゃ、ジャイアント族の種子は空で、皇帝の種子には中身が入っていた。おそらく直接アドミニストレーターに会ったことがあるかどうかの差じゃろう。なるほど。皇帝は年に一度最高司祭様への拝謁を行いますからね。それによってアドミニストレーターに関する記憶情報を持つことになったのじゃろう。記憶情報が入っている種子を集めているのなら、さっきも言ったように皇帝がアドミニストレーターに会うのは拝謁の時のみじゃ。皇帝が持つアドミニストレーターの記憶情報にそこまでの価値がないと考えたのかもしれん。あるいは本命は別だったかじゃな。ディソルバードか。うむ、何にせよこれ以上は推測することしかできん。そうだな。直接尋ねるつもりか。ああ、それしかないだろう。私のせいだ。メディノ、私が最高司祭様の復活に手を貸してしまった。そのせいでハーシリアンの真なる目的に気づくのが遅れた。いいえ、あなたのせいではありませんよ、メディナ殿。この事態の原因は。そうそう、それに悩んだって仕方ないじゃない。ここまで来たらなるようにしかならないわ。それにメディナと冒険者が力を貸してくれたから、東帝国のカラントの発見率は高くなったわ。住民被害も出ずに済んだし、借りは返したんじゃない。そうですよ。それに最上階に登っていくのだってメディナさんが一緒に来てくれるなら心強いです。みんな。メディナ、僕もみんなと同意見だよ。誰も君を責めてないし、自分を責めるのはやめてほしい。でも私はキリトに刑を向けさえした。そんなことどうだっていい。メディナが戻ってきてくれた、それだけで十分だって。キリト。僕もね、最高司祭の誘惑に負けてキリトに剣を向けてしまったことがあるんだ。それでもキリトは許してくれたし、今もこうして一緒に戦ってる。友達ってそういうものなんじゃないかな。
一度何かあったぐらいで離れるようなものじゃないんだよ。友人を。おそうだぜ。だからメディナは何も気兼ねなんてすることなく、これからも一緒に戦ってくれればいい。ふん、うじうじと悩まれるとアリス様や我ら聖護騎士に対して迷惑極まりない。武功を立てたいという思いに変わりはないのであろう。そうそう、メディナッチはなかなか強いからね。将来有望だよ。聖護騎士になっちゃうかもね。飛竜と珍奇をもらうのはもちろん私たちが先ですけどね。悩んでいても仕方がないわよ、メディナちゃん。今は次のことを考えましょう。メディナの嬢ちゃんはなかなかいい剣士だ。これでも期待してんだぜ。ありがとうございます。しかしキリト、お前さんが突然乗り込んでくってのは気が進まねえな。俺がちょっくらカセドラルの様子を見てくる。それまではここで待機していてくれ。わかった、ベルクリさん。どうだった、ベルクリさん。相当危険だな。中は魔獣で溢れてやがる。強引に突破するのは難しそうか。ああ、こっちもそれなりの人数を揃えて倒しながら進むしかないだろうな。うん、君が行く場所ならどこへでもついていくよ。私たちはキリトさんの役に立ちたくてこの世界に来たんです。あんたと一緒にいるんだもの、面倒ごとに巻き込まれるのは百も承知よ。お兄ちゃんが行くべきだと思うなら私も一緒に戦うから。ええ、力を貸すわ。まさかとは思うが、俺たちを忘れているわけじゃねえよな。これから俺たちはセントラルカセドラルに攻め込む。おそらく最上階にいるのは最高司祭アドミニストレーターだ。ああ、分かっている。氷協会に所属する俺たちが最高司祭殿に剣を向けるなどあってはならない。だがそれは以前までの最高司祭殿の話だ。なぜアドミニストレーターに剣を向けることができるんだ。俺たちが忠誠を誓うべき相手はお前さんたちの剣で命を落としこの世を去った。故にカラントで人海に混乱を招き人々の命を犠牲に復活を遂げようとする者、断じて最高司祭殿ではない。だからこそ俺たち聖護騎士はカセドラル最上階へと赴き偽りの支配者を切らないとならねえ。分かった、力を貸してくれ。当然だ。人海守護の任を負った私たちがこの戦いに挑むのは当然よ。セントラルカセドラル、このまま放っておくわけにはいかんしな。私たちの家を取り戻さないとね。帰る場所がなくなってしまうのは寂しいです。霧がいのある魔獣いるといいな。僕は少し緊張します。でも逃げるわけにはいかない。正義は私たちにある。ええ、共に戦いましょう。聖護騎士はアドミニストレーターに対し今なお忠誠心を抱き続け、けど蘇ったアドミニストレーターが以前の最高司祭とは別人だと認識することで彼女に対する範囲を抱けるのか。とはいえ彼らにとっては長年にわたり仕えてきた相手だ。特にベルクーリさんにとっては。お前さんは考えが顔に出やすいな。確かに俺は最高司祭殿にされてきたことやうんざりするほど長かった一生を思い返してもあの人を恨む気持ちは湧いてこない。むしろ面白い一生だったと思ってるくらいだ。だからこそ長い付き合いだからこそあの人の抱えていた苦しみにも多少は察しがついている。だがあの人はお前さんによってその苦しみから解放されたんだ。だから復活なんてあってはならない。たとえ蘇ったとしてもそれは別人さ。
ベルク、心配するな。最高司祭を語る者と対峙しても手加減するつもりはねえ。分かった、頼むよキリト。私にも協力させてほしい。平気なのか。君はこれから最高司祭に反旗を翻すんだぞ。ああけど、ベルクーリ様の言った通り、挑む相手は最高司祭様じゃない。これから戦うのは人々の命を奪い最高司祭の名を語る悪人。そう、中は危険だぞ。承知の上だ。それに何よりも私はただ一緒に行きたいんだ。以前までの自分では持ち得なかった感情だ。お前たちのためにこそ戦うべきだと考えている。それなら俺たちも行かないとな。ええ、もちろんです。みんな、でもあんただって行くつもりなんだろう。だから俺たちも行くんだ。はい、友人であるメディナさんのために。ありがとうキリト。改めて言う、私と友人たちにも協力させてくれ。ありがとう。これだけの人数がいればきっと最上階へ行けるはずだ。それじゃあセントラルカセドラルへ向かう。ええキリト、出発の際は声をかけてください。